両方共産国だからってあのディップさんね一緒にあのするとですねあの話が間違ってくるんで中国には中華思想ってのあるでしょう、うん、でまあ,あの難しい言葉で、はい、遠い南蛮ね政治、北敵なんて言って周辺はみんなモンゴルだろうとチベットだろうとね、うん、あのこれ蛮族なんですよ、うん、日本もそうですよ中国の目から見ればね,そうで,すねですからそこに差別の根源があるってことが一つね、うん それからもう一つの,あの根源であるのはねあの中国の革命っていうのは起きてから第一世代まだ生きてるわけですね鄧小平とか幼少孤とかねあるいは王信とか第一世代っていうのは本当にあの命かけて戦ってきたわけです第二世代第三世代はその貫禄負けしちゃってね、うん、犬みたいなもんで年取ってる犬のは本当は体力的には弱いのにね若い強い犬を脅かすようにもう前へ出たら何も言えなくなる第二世代である長州王とか。 雇用法はまあかなり噛みついだけれども、言えなくなる、第三世代、またしかり、ところがね、若者たち、図書兵が一番恐れてるのはね、第二世代や第三世代なんか恐れてないですから、うん、つまり、いつでもお前の命取るぞと、俺の命もいらないっていう態度で出てくれや彼らは恫喝できると、自分の実権が握れると、しかし、若い世代にはそういうものを無視して乗り越えていく、そういうあれがある。 テガモン事件ってのはそれなんですよね。学生たちが一番ね憎みねそして恐れてるんです、うん、第一世代は。でそういう第一世代の聞いた戒厳令のもとにおける国慶節、うん、つまりここで国ということが問題になるけど国っていうのはまあ略字で言うと囲みの中に王様がいるわけね。うん、もう日本には日蓮さんっていう人が出てきて国の中に民って書いて国って言いまするようにしたけれども。 うん、まあそういうういい国家っていう枠組みがあるでしょ本来中国っていうのはまあご存知だと思いますけど北京城とか城市、ね、があるそういう城市とを結んでその周りにまあお役所さんたちがいる囲いの中に王様がいるとこれいまだに改まらないですだからすぐに満州の東北のあれはどうだとかね上海はこうだとかで今度の,その幹部たちね第三世代第二世代第三世代の幹部たちは上海出身がほとんどでしょう。 そういうものも拝見しなきゃいけない、で難民の問題に帰りますけれども、あの人潮って人の後ろと書きましてね、これは太平天国の後からだーっと繰り返してるわけですよ、で最近の例でいうとあの、国境内戦ねで、香港、それからあの公営兵騒動で香港、で香港が今、5百何0万という都市になっちゃったのは、そういう人潮、人間の後ろのせいです。すみません、<の>ちょっとコマーシャルを挟んで、ですね、はいはい、またあ続きをやりたいと思います、この話は。 あ先ほど中国問題は続けていしますいやあのもう簡単に片づけますけどね、そういうその、まあ、松江さんおっしゃったように、ね、国際法的な概念から言うとです、ね、はっきり分けられるけれども、<laughs> 人間、それ自身の情念の問題にしてみるとね、お腹の中の問題にしてみると、みんな同じなんですよ。 つまりほとんどの政治行為は経済行為でありほとんどの経済行為って政治行為でしょこれは当たり前のことですねだから政治と経済と分離するっていうのはそういう考え方から言うとおかしいしそれだけじゃなくてね泥棒しに来る人だってあるいは難民というふうなあれの中に、ね、あの加えていいのかもしれないいずれにしても中国はそういう歴史を司法の蛮族たちに対して自分のとこから捨てていくさっきねあの山口さんおっしゃった機民政策というのを取り続けてきたところが今ね 四面楚歌になったわけですね天安門の事件で天安門の事件で四面楚歌になるとこれ日本だけ頼りなのよねそのかつての万族アライビスの国がねだから日本からは89人かなんかそんな数であるわけないですよ大体でそれをその迎えるじゃあ彼ら向こう行ってどんな目に遭うかって考えると立然とするね うん、ベトナムと中国とのね仲の悪さっていうのはそ,のそれから尾を引いていてねやっぱり中越戦争さらにもっと遡るとあそこには太平天国の乱の時に国旗将軍って言われたね最後まで抵抗したね将軍がいるわけですよベトナムなら台湾まで渡って最後まで抵抗するんですでそういう歴史を持ってるんですねあのベトナムっていうのは自分たち固有の。 そしてあのパリなんかいらっしゃってお分かりと思うけどベトナム料理屋があのベルギーのとこダーッて並んでるでしょうかと思うとグランブルーバのちょっと横入るとね何ていうんですかレバノン料理屋が並んでるみたいにで彼らにしてみればエスニック料理でまあ今売れてるけれども中国人たちと同じような歴史を持ってるわけベトナム人はねフランスの植民地だった時代より前に遡ってそれで喧嘩ですよ 絶対に中国人の従業員は使わないといいと中国のうちの方ではベトナム人の従業員は使わないってこれ中国人自身の中にも関東の出身の人と福建の出身の人とは犬と猿なんだから要するにね、まあ、これちょっとね極論すぎてまた文句言われるかもしれませんけどあの国が一つだってことがおかしいんですよ <laughs> 四川省だけでフランスと同じぐらいの人口を持ち面積を持ってね自立できるのに、まあ、名玉鎮という昔英雄が開いた国ですけども。 ずっとそういうい独立の歴史持ってきてきるでしょそんな国一つ中華人民共和国なんて言ったってチベットで何やってますのモンゴルで何やってますの高衛兵の事件の時に何をやりましたの私は一番先に天安門の場合ですね私左翼だと思われてるんですけども小平弾劾の一番先に署名しました。 それは自由と未来とがどう重なる、東ドイツの問題ともあれしますけど、一体自由と未来というものとはね、どう重なり合うのかっていう根本の命題を提出されてるわけですよ。ところが、これ、日本と中国との今の関係から言って、社説でもそういうこと書かないしね。書かないですね、それがちょっとね,ね、なんか、も中国の前出るとね、だけど今ね、竹中さん、いみじくも言われたようにね、12億の民を治めてるわけですよ。だからまあ少々のね 新宿買うかもしれないけど、僕はあえて言うと少々の無理があってもしょうがない。だから、我々の国のように完璧なっていうか、非常に立派な民主主義にならなくたって、もうそのある,ある段階で僕は政治的安定ってことを考えればですね。戦車で潰すこともありうると。と 安倍さんのお立場からするとね、お考えからするとそうなんだろうけれども、私はほれ、裏町のね、その水は土呂の下も流れ、風はおしめも含んでね、そういう人々一人,一人一人が私にとってとても大事なの、だから浦島太郎をやって10年以上放浪してきたわけです、大三世界を。で、その中でやっぱりそういうね、庶民って言葉嫌いですよ、人々の望み、人々の未来。 いやうん、それは戦、ね、車でもって引き潰したりね、なんかしたものに対してはね、うん、怒りしか感じないし、大体国家というものが、中国では無理やり西洋の国家の成り立ち方と違って、非常に不自然な成り方をしたんで、つけを迫られてると私は思います、そういう、もうもう一言言わせてください、そういう論理も許すような表現の自由であってほしい、うん、今の松江さん、極端かもしれないがそういう意見も、 述べられねそれで、俺のようなセンチメンタルな意見も述べられるような場でマスコミに会ってほしいと思うのよまあ今、それやってるからいいんじゃないでしょうか。はい、ということで。